朝倉ふるさと美術古墳館で今治地域交流展が開かれていて、絵画や写真など市民が仕上げた力作が展示されています。今治地域交流展は、市内の各地区で精力的に創作活動に励む市民の作品を発表し、多くの人に鑑賞してもらうとともに、出品者同士の交流を深めようと、朝倉ふるさと美術古墳館が毎年この時期に開いているものです。30回目となる今回は、市内陸地部の公民館で活動するサークル、教室の生徒や個人など、40歳代から80歳代まで77人が出品しました。作品は陶芸、絵画、写真、工芸、パッチワークの5つのジャンルに合わせて185点です。波方陶芸クラブの矢野真美子さんは、粘土で十二支を作りました。一見すると猫にも見える虎や、目を覆い隠す猿、丸く太った鳥など、ユニークな動物たちが並びます。見ている側がふと笑みをこぼしてしまうような愛らしい作品です。今回が初出展の菊間町の墨田和美さんの工芸作品です。文字などはすべて糸のこぎりで切り抜いていて、遠くから見るとまるで墨で書いているように見えます。波方公民館で活動する波方パッチワーククラブは、15人が52点を出品しました。会場の入り口には訪れる人を出迎えるように吊るし雛が展示されていて、奥には今年の干支、虎をモチーフにした可愛らしい人形も並んでいます。このほかにも、3年ぶりの出品となる亀岡絵手紙絵画クラブのほのぼのとした絵手紙や、山岳写真愛好家グループが全国各地で撮影した山の写真など、バラエティと個性に富んだ趣味の作品が並び、訪れる人たちを楽しませています。第30回今治地域交流展は3月6日まで朝倉ふるさと美術古墳館で開かれています。